お墨つよ。はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。松でございます。いやー、ついにやってまいりましたね、グロリアスマスカレード最終章。もうさ、楽しみで仕方ない。なんかさ、ロロがさ、なんか抱えてそうじゃないですか。もうだとりあえずまた前々回と同じように、4章のね、さっくりとした感想と、あと今回通知が参りました、どうそちら詳細の方ね、少し見ていこうかなと思います。はい、まずこちらマレウスドラコニア君なんですけれども、ちょっと待って、根性の別れぐらい悲しいんですが。ちょっとね、ねえ、やだね、また絶対会おうね、あとですぐに会おうね、ね。はい、そしてこちら一人でグレンの花と戦おうとしているエペルフェルミエ君なんですけれども、来いよ。この来いよって言ってる。顔めちゃくちゃお墨強くないですか。ちょっとね、好きなんですけどね、ペペすごいオスじゃん。はい、そして見てこれ、ちょっと我が推しサイヨシジャーミルバイパー君なんですけれども、何このセリフ、もうやだ、もう完全にジャンプの主人公の右腕のセリフだよな。でもこの後の行動最悪だったんですけれども。でも私はジャミル・バイパー君のそういうところも全て愛している、器のでかい女ってか、また器問題かどうかはわからないんですけれども、そういうところもジャミル・バイパー君の私好きなところだと分かっておりますのでね、ジャミル・バイパー君ね、すごい作戦だったね。はい、そして見てこれ、ロロフラム絶対抱えてるじゃん、何かこれね、な、友達なの、友達がなんかしちゃって、もしかしてこんなことしでかしちゃったの。めちゃくちゃ気になるんですけど、なんかさ、こんな切ない顔っていうか、眉間のシワすごいエッチ。こんな顔させちゃったらさ、もうさ、好きになっちゃうじゃん。はい、こんな顔といえばこんな顔見て、シルバーのこんな顔見て、何この慈しみの表情、絶対スネークのこと好き好き好きすぎる。もうね、こんな強がっちゃって、こんな大変な状況なのにセベックのことを思いやってる慈しみだな。この愛に満ちた表情、何こんな。好きです、そうだよね、思ってるよね、すごくね。素晴らしい絆だと思います。はい、そしてこちらはど根性メガネ認定式でさ、いい出足よ。語彙力が花開きすぎちゃって、もうちょっと、もうど根性メガネにしか見えないのよ、ハズールが。はい、そしてまたもやマレウスドラコニア君なんですけれども、なんとですね、大好きなガーゴイルと喋る機会が、できたということで、感動のあまり固まっております。なんて可愛い存在なんでしょう、マレウスドラコニア君。で、しかも見て、このガーゴイル、マレウスのことツンツンしてるの。ね、ちょっとそれ私もやりたいんですけどね。むしろその役だけ私やりたいんですけど。もうガーゴイルがもう一番羨ましいなって思った瞬間でした。そして見てこれね、最後なんですけれども、さっきの推しのガーゴイルにいいとこ見せようとしてすごい張り切っちゃってるのもアレウスドラコニア子、すっごい可愛い。ねえ、ちょっとそうやって可愛いとこすぐ見せちゃうんだから、マレウス氏。でもね、君がそんなね、魔法ぶっ放しちゃったら大変なことになるから、ちょっとステイしていただいて、のここら辺一帯がもう吹き飛ぶんで、どうか収めていただきたいなっていうところでの、4章でした。はい、ということで振り返ってみるとね、めちゃくちゃ気になるよね、最終章。ということで、もうほんと気になる
なるよね。ロロが一体どうなってしまうのか、グレンの花どうなってしまうのかちゃんとナイトレイブンカレッジに帰れるのかみんなはということで、最終章のあの通知が参りましたので、そちらの詳細を、見ていこうかなと思います。はい、ということで今回来た通知なんですけれども、ちょっと待って、バナーに推しが嫌がるジャミルパイパーくん、その表情もすごく可愛いっていうか、みんな可愛いね。マレウスもデュークもすごい可愛いね。はい、ということで11月の21日からですね、16時より今回の、あ、タイトルかっこいい、5章の終幕マスカレードが配信されますね。はい、そして今回イベントを進めるともらえる配布カードが SR のデュースとなっております。マスカレードドレスタイプが、ディフェンスタイプとなっておりまして、マジックが火と水となっております。っていうか、ちょっと本当にかっこいいんですけれども、デュー君、これさ、最初に見た時から思ってたんだけどさ、どこのマタドール来たのかと思いましてすごいかっこいい、ポーズもいやーってしてるの、すごいかっこいいね。表情もね、これなんニヤついてんの、なんかほんと好き、何この口元、すごいニヤってしてんじゃん、かっこいい、かっこいいしかわいい、何この素晴らしき存在。はい、でこちら詳細を見ててちょっと悲しかったんですけれどもね、パソストないね、やっぱりねあ、ゲストルームの家具だけがこちら対象となっておりますね。たださ、私マドル不足すぎて家具一つも集められてねえのよねもうあと気になる、グルービーはあるんですよね確かね。ねえ、だから私の楽しみはグルービーだけなんですよあ、ごめんなさい、他にも楽しみありました、石と鍵がもらえます、これももう定番ですね、スタンプミッションを、今回もクリアすることでいろんなのがもらえますもうグロリアスマスク の、 あの報酬も覚醒の香水 SSR ももうもらっちゃったしな、もう何もらおうかなって感じなんですけれども、あとはそうですね、3つも、あ、大事だね、3つも大事だし、何より石と鍵なのよだって12月もバスで2人いるし、なんかクラブウェアも来るって聞いたから噂でねもう石を貯めとくことに越したことはねえ。ということでお送りしてまいりました、グロリアスマスカレード4章のさっくりとした感想と、今回参りました通知の詳細だったんですけれども、いやーもうさ、なんかあっという間でしたよね、最終章まで駆け抜けたよねって感じでしたよね。もう話楽しすぎて、もうねえもうなんか終わってしまうのが悲しいなって思うんですけれども、とりあえずね、まだ始まってもいないんですけれどもね最後までグロリアスマスカレードを、楽しんでいきたいかなと思います。皆様と一緒に楽しんでいきたいかなと思います。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。うぽまつです。